はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。ハンマーヘルムの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、この仕立て屋と、狩猟者の小屋を作って、だいぶこう建物、町の評価が上がってきましたね。ハンマーカンマーか星4。では引き続きクエストやってお金を貯めて、また新しい建物ですね。怪しい動き、労働者のウィレオンに会い、最近の妙な動きについて尋ねる。ウィレオンさん、はい、痛い。ひどい日だった、ジェームスの様子がおかしい、調べれば理由がわかるかもしれません。家で手がかりを探す。様子がおかしい。ん？この人ついてくんのかな？この家かな。ああ、キノコいらないな。あ、ついてきてない。この家ですね。手がかりを探す。あ、検索？隠されていたものを発見しました。ジェームス、前回の支払いは遅かったよな。次の支払いは町の外にあるアジトに持ってこい。じゃないと後悔するぞ。町の外に隠れている恐喝者を探し出し、報いを受けさせる。なんか脅されてるんだ。場所は向こう側。こいつらかな？ガードしてくるんだ。よし、ベスト完了。で次のクエストが、石膏の人に会って消えた石材について尋ねる。あ、敵倒していこう。お金を稼ぎたい。
あーくそインベントリーがいっぱい。ちょっと待てよ。キノコ捨てちゃおう。クエスト、貯蔵所に、石材を取りに行くとたまに減ってる時がある、この間は大きな足跡がありました、それをたどると、町の外へと続いていたんですが、石の塊が歩いて出ていったなんてそんなことあるわけないですよね。ん？大きな足跡。場所は向こう側だ。あ、パターン入った。よし。これちょっと石を稼いで、ちゃんと増えてんのかな。あ、増えてる。あ、え？よしよし。待てよ。キノコ捨てちゃおう。あ、ひまわりがある。あ、取れないんだ。あ、あれか、犯人。ゴーレム。なんかチカチカする。
し。あ、ちょっと鉄装備作ろうかな。次のクエストやる前に、あ、空きがないか。これ作れる？作ったけど、あ、待って、これ多分今消滅したな。町のインベントリーから取り出して、作らないと、これもう一石がマックスになってるし、キノコもマックス、ニカを撫でる、違うところを撫でてるけど、鉄のインゴ、鉄のハンマーを作るには鉄のインゴットが14。あ、ちょうどだ。で、鉄のハンマークラフト。よし。で、これを装備して、で、今まで使ってた銅のハンマーをあの人に売りに行こう。この辺はやっぱ売れないんだ。武器防具しか売れないんだ。うん、釣りの最中に見つかったお宝、カカシを置く、カカシを置く。あ、
で、陶芸について尋ねよう。どこだ？あ、この人か。私は陶器を作るのが好きですが、ここにやってくるとき、ろくろは持ってこられませんでした。新しいろくろには、特殊な木が必要です。あなたは見つけられると思いますか？ろくろを作るための特殊な丸太を荒野に行って探そう。これかな？あー、敵がいる。あ、しかも3体？ 3 体か。あー、こいつ。強くなった。よし。特殊な丸太を運ぼう。この人か。よし。では、なんか立てますか。まず家かな。人増やして。石の家。とりあえず井戸と下水道の近くに、学者、大酒飲み。魔法を学ぶのが好きなだけに肉体労働は嫌い。普通のドワーフほどは食べない。歩いたり走ったりするのが遅いけども、クラフトが好きで時には傑作を作る。この2人かな。
で、あ、次の鉱山、なんか緑色の石だ。お金785円。醸造所作ろうかな。ビールを作ることができる。最低のムード上昇。ビールは小麦から作られる。醸造所を。とりあえずこの辺に。残り35円か。大工、見晴らし小屋？一時あそこまで木を取りに行ってるんだ、大工さん自分で。町には見晴らし小屋が必要。建てるのはいささか厄介な上に、お気に入りのノコギリがなくなった、盗まれた。なくなったノコギリを荒野に行って探そう。さあ2匹しかいない。見えない見えない。別に当たらなかった。よし、これよし。なくなった残りを持って帰ろう。あ、敵倒していこう。ガードしてくる。
危ない。見晴らし小屋がアンロック。そしてレベルアップ。こんな感じでアンロックすることもあるんだ。テレポートとかもあるんだ。あー、桜植えたいなー。あ、何？種20も使う。見晴らし小屋、これじゃあ作ってみようかな。街に美しさを添える。素材が、素材が不足してる。お、あ、じゃあ割り当てて醸造車。誰にしようかな。この人にしよっか。この人を、苦さはこらえて。最近の病について。あ、だいぶ星上がってきたかな。うん、 4.5 ぐらい。今日はうまくいきません。やることなすこと、むちゃくちゃになる。ここ最近調子が悪い。ポーションも効かない。苦い球根があるといいんですが、切るのが大変。元気づける。ああ、こういうこともしなきゃいけないんだ。
やるなぁ。なんか敵強くなってきたな。あ、これだ。よし、球根を届ける。よし。痛い、ちょっと。本について。私は大の本好き。前の家を出るときに本を全部置いてこなくてはなりませんでした。遺跡の近くで古本を何冊か見たと思います。それを持ってきていただけますか。よし。ん？本だけではなくて、ソフトリーフという植物。究極のフィット感。これソフトリーフってもあ、これ違うか。
とりあえずこの人と話して。あ、なんだ、なんか、ん、クリアしたのかな一応。なんか説明がおかしかったけど、643円。あ、じゃあこれ作ってみようかな。薬草採集者。この辺に作って。すごい。評価がすごい上がってきた町の。木がない。生きてる。あ、まだか。お。では。この人は外で働いた方が良さそうですね。クラフトが大好き。この人かな。この人に赤キノコはいらない。こうかな。赤キノコ、クロールート、クロールート。この辺下の方はどうやってやるのか。うん、はい、そうですね、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。